北海道歌は1940年に日本コロンビアから発売された藤山一郎と双葉明子のデュエットによる更新曲。作詞岡部二郎、作曲山田光作、編曲二木滝夫。1990年に発売された CD 藤山一郎大全集1春野の山の祭りのディスク3に収録された。 戦慄は2015年12月31日に著作権の保護期間を満了している。小山作之助が作曲した1904年版、北海道歌の楽譜本曲の作成は以下の通り、20世紀前半に北海道の同央地域を地盤としていたローカル紙、北海タイムス発行元の北海タイムス社が主導している。 二回の募集は正式な動画の制定を期として行われたが、いずれも北海道庁による正式な動画としての採用には至らなかった。1903年、北海タイムス社は検証金100円で北海道歌の歌詞を一般公募した。公募の範囲は北海道うちに限らず内地にも及んでおり、同年12月13日付の東京朝日新聞18名にも、 歌詞募集の広告が掲載されているのを確認できる。その広告では、小山作之助に作曲を依頼する予定である旨が記載されている。審査の結果、東京府の藤沢古説が応募した前10番からなる作品が入選作として発表されたが、この時に作られた北海道歌は、普及に足らず SP レコードも発売されていない。1 9四十年版。 北海道歌楽譜の表紙、明治の北海道歌は、普及を見ずに終わったが、北海タイムス社では1940年に再び、正式な動画の制定を起きとし、6月9日付紙面で、後期2600年記念行事として、公募を開始した。賞金は、入選が500円、加策は100円であった。審査の結果、岡部二郎の応募作が採用され、 北海タイムス社の依頼により、山田工作が作曲を行い7月9日付紙面で、歌詞と楽譜が発表された。応募作の選考に際しては、審査委員に同庁の私学館が加わっていたが、曲の完成後も道が本曲を正式な動画として、制定した事実を示す資料はなく8月13日に開催された SP レコード視聴会は、北海タイムス社内で行われた。 発表から2年後の1942年には、北海タイムス社が、新聞統制で道内の他十紙と統合されて、新たに北海道新聞社が発足し、1945年の太平洋戦争終結を迎えている。戦後も、同下の制定は何度か取り沙汰されたが、歌詞が文語体で難解かつ、講は、広告、正旗など、 軍国主義を想起させる単語が多用されている本局の復活を支持する意見はなく、夏メロの一局として扱われるに止まった。本局が果たせなかった正式な動画の制定は、1966年に街道100周年記念事業の一環として、光あふれてた二局が制定されたことにより実現している。なお、 1>, 1番と4番の歌詞にある、11州とは1869年に、千島国を含む11の両政国を置いたことに、由来する北海道の旧省である。ありがとうございます。